援を絶滅させるなんて、そんな奴ら最低だ。すべて回収せよ幸運だな。こっちには作戦があった。正解だ。その方法しかねえみてえだな。何そのスーパーサイヤ人って。父さんは中に入って2ヶ月ほどですでにスーパーサイヤ人の限界を超えたようでしたが、余計なことは言うな。サンスケ。なんだ。さっきよりももっと俺たちでやんぞ。ついてこれか。ブチャをなめるなよ。俺は助けてもらわねえと生きていけねえ自信がある。よっしゃ、さらにクラマモードを上げて美獣化だってばよ。早く逃げないと殺してしまいますよ。あと2回乗るわけとして、その変身を。今のうちにやるなら陽動か連携攻撃を。行きたいと言え。痛かったぞ。
さっきの赤いチャクラは何だ。回復どころかダメージ食らってんだけど。パワーがはるかに増す。その変身をたっぷり痛めつけてね。仲間一人救えないやつ。生意気なやつ。これは今なら全部を変えられそうだ。そのための2年だったんだ。ベジータ打ちはできねえ。さっきみたいに相打ちになったら意味がない。そろそろ諦めなさい。なかなかやるではないか。間一髪あの距離から逃れるとはな。こんなことがあってたまるか。さあ戦うぞ。それはこっちも同じだ。こういうやつだった。気に触ったりしなければね。でも手合わせって言ってもガチじゃないんだろ。待って、損した。しまえばもうこっちのもんだ。
魔人地底人。すぐに俺を超えるだろう。殴るぞ。いらん。いい加減にしろ。だらだら歩きやがって殺すぞお前。あの人何しよう。なぜという疑問は残るか。ここで戦闘が起き、何者かに精神支配を受けた。いや、何かが起きて命令が与えられぬまま置かれた。そんなところか。依頼するというのか、引き受けない。失敗だ。でも方角性分かればなんとか気を捉えられるかもしんねえ。二人が組むってとこまではいい考えだ。お前にとって私とは一体どのような人物だ。依頼するというのか、引き受けない。それ以上喋るな。どういうことだ。そう驚く。だがアンデッドの軍勢が墓地の外に溢れ出すかもしれない。確実に死ぬぞ。それよりオラの息子はどこだ。どこに隠しやがった。参ったな。もっと強いやつまでいるのか。かつても仲間たちを模して作ったものだ。かなり驚くような形だろう。